い、どうも、ひろこビッチ戸川ひろこです。このひろこビッチの穴は、見た目問題解決 NPO 法人マイフェイスマイスタイルが2011年から2016年にわたって200回お送りしたインターネットテレビ番組。見た目問題というのは、生まれつきあざがあるとか、事故や病気などによる変形、傷跡、脱毛など、見た目に症状のある人たちがぶつかる様々な困難を言います。ジロジロ見られたりとかね、ひどいことを言われたりとか、もういじめとか差別とか、まあそういったいろんな問題があります。そしてこのひろこビッチの穴では、ゲストをね、呼んだり呼ばなかったりしながら、見た目問題を通して世の中のあらゆることを見ていこうという番組でした。今回は12月18日に、まあ私が見た目問題についてオンラインで講演した人権問題都民講座のフォローアップ企画として、一夜限りの復活特別企画です。それでは本編スタート。はい、皆さんこんばんは。見た目問題を解決して世界を変える、誰もが自分らしい顔で自分らしい生き方を楽しめる社会を目指し、試行錯誤悪戦苦闘を繰り広げている NPO 法人マイフェイスマイスタイルのノンストップ生放送番組、ひろこビッチの穴。本日東京都人権プラザプレゼンツの特別フォローアップ企画をお送りいたしますのは、私ひろこビッチ戸川ひろことゲストの皆さんです。本日のね、ゲストにお呼びしてますのは、こちら、顔にも負けずであるとか、こちらですね、あとは私が書きました、人は見た目と言うけれどっていう本にも協力してくださった方と、それからニューフェイスなゲストもお呼びしております。それではゲストの皆さん、カモン、どうぞ。こんにちは。はい、朝マイクをそのままもうオンにしちゃってください。はい、本日はこの4人で番組をお届けしていきたいと思います。それではゲストの皆さん、早速自己紹介をお願いしたいと思います。誰から行こうか。じゃあ川除さんから自己紹介お願いします。はい、川除静香です。40代です。で、富山県に住んでいて、顔面動静脈奇形という病気です。あれ、これでよかったっけ？大丈夫です。で、はい、以上です。オッケー、大丈夫です。そうですね。最初に私が振ればよかったです。お名前と症状の簡単な説明の自己紹介をよろしくお願いいたします。それでは石田さん2番手お願いします。はい、石田祐樹と申します。フリーチャーポニーズ症候群というちょっとまあ難しい病名なんですけども、まあ、簡単に説明すると、まあ、顔の、まあ、特に頬骨であったりとか、顎とか、あと耳ですね。耳の骨が、まあ、生まれつきなかったりとか、まあ、小さい状態で生まれてくる病気です。今は、29歳。大学院生をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、まあね、川除さん、石田さんはそう顔にも負けずとかにも出ていただいてるんですが、本日本当に初登場、香美さん、自己紹介よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、香美と申します。私は0歳11ヶ月の時から円形脱毛症で頭の髪の毛が全てない病気です。本日はとても緊張しているのですが、よろしくお願いします。はい、本日はこの4人で番組をお届けしていきたいと思います。まあ、今回はですね、私が12月の18日に東京都人権プラザ主催の人権問題都民講座で、まあ、見た目問題をテーマにオンライン講演を開催したんですけども、まあ、より深く見た目問題を知ってもらうためのフォローアップ企画です。なのでこれからね、こうゲストの皆さんと今日はこう見た目問題について話をしていくわけですが、まあ、本日のテーマ一応ありますので、本日のテーマをここでご紹介したいと思います。本日のテーマはこちら、じゃがじゃん、映ってるかな、はい、楽しく生きるってどういうことというテーマで本日はお送りしていきたいと思います。まあ、こう人権とか見た目問題とかね、社会問題っていうとどうしてもこうちょっと難しいとか、まあ、しんどくて辛いっていうお話がね多くなっちゃう。もちろんそれもすっごく大切なことなんですけども、とはいえ見た目問題の当事者でも、まあ、楽しく生きれたらいいかなと。で、マイフェイスマイスタイルはこう自分らしくとか楽しくっていうことを大切にしておりますので、今回はまあそれをこう実践してるかなと思われる方をゲストにお招きして、楽しく自分らしく生きるためのヒントにつながるような、そんな内容をお届けしたいと思います。ということで本日のテーマは、楽しく生きるってどういうことってお送りいたします。ほい、よいしょ。はい、で早速こうね、ちょっと内容に入っていきたいのですが、その前にちょっとだけ注意事項が3つあります。1つ、本日これつべら YouTube の生配信ですから、こうご意見とかね、感想とかを、まあ、チャットとかコメ欄とかにどんどん入れていっていただきたいんですけども、ただこう、ね、進行の妨げになるようなこととか誹謗中傷だったりするとこうバンされたりしちゃいますので、そこは十分お気をつけください。不適切なコメントがあった場合は、こう人権プラザさんの事務局さんの方で対応をさせていただくこともありますので、そこの点はどうぞお気をつけください。2つ目、録画、録音、スクリーンショットは本日は NG でございます。ね、でそちらを使ってこう SNS とかにアップするっていうのもダメです。もちろんね、皆さんがご自分の感想とかを SNS に投稿していただくのは OK なんですけども、録画、録音、スクリーンショットなどはダメということですので、お気をつけください。こちらね、アーカイブも残る予定でありますので、あ、またもう一回見たいなって思ったら、ぜひね、アーカイブの方をご覧いただければと思います。そして3つ目、こう不明な点とかがね、放送中にありましたら、東京都人権啓発センターさんの方にね、お電話で問い合わせをしていただきたいと思います。こちらです。東京都人権啓発センター、東京03-6722-0082、03-6722-0082、こちらまでお電話でお問い合わせください。こちらも置いておきます。はい。というこの3点をちょっと皆さんご注意の方をよろしくお願いしたいと思います。それではさてさて、早速内容に入っていきたいと思うんですが、まあ、そもそもマイフェイスマイスタイルっていうのは、まあ見た目問題をね解決しようと思って日々こう活動しているわけですけれども、今日のゲストの皆さんと、まあ、いろんなところでね、そんな活動の中で出会ったんですが、まあ、皆さんがこのマイフェイスマイスタイル、もしくはこうヒロコビッチとどんな風に出会ったのか、そして出会った時はどんな印象を持ったのかっていうところをぜひね、ゲストの皆さんから教えていただきたいと思います。一番付き合いが古いのは誰だ？いや、そうでしょうか、川除さんだよということで、一番多分付き合いの古い川除さんからお願いいたします。はい、私が覚えているのは2011年のマイフェイスマイスタイルのキックオフイベントの前に、なんか YouTube で、なんかどうやって連絡取った、メールかなんか私が最初に送ったんかもしれんけど、
なんかその前のイベントのなんかその紹介動画で、なんか本当に何も予告もなく、ゲストはあなたですみたいな感じで言われて、川除静香さん見てるかなみたいな感じで、あなたですとかって言われて、え、私みたいな。そうだそうだ。あの、そうそうそう、ひろこビッチの穴っていう番組って、そもそもその2011年のキックオフイベントっていうのがあって、そのイベントの何て言うんだろう、会議をオープンでやってたのよ。こういうふうに画面を通じて、あの質問、皆さんと意見交換しながらイベントを作るっていうのをやったんで、それがすごい面白かったので、そのまままあ番組化しちゃったんだけど、その時に川除さんがなんか出たいですみたいな感じの連絡をくれたので、はい、もう川除さんゲスト決定みたいな感じで、はい、あなたはもうイベントで喋ってもらいますとかって言ったのを覚えております。っていうことは、10年前ってことだね。もうちょっとか。10年何ヶ月 10年ちょい前ぐらい。早いだね。うん、早いね。早くなってきました。まあ、はい、そんな川除さんの。だから、最初なんだこう画面越しに知り合ったってことだよね。そう、初めて会ったのはこう画面越しで、こんな感じだよね。あ、私がもう本当に見てるみたいな感じ、私が一方的に見てるみたいな感じで。そうでした、そうでした。そんな10年前の、はい、お付き合いが始まった川除さんです。よろしくお願いいたします。はい、その次長いのはじゃあ石田さんだ。石田さんの出会いって何でしたっけ？はい、僕も多分川除さんとあんまり変わんないぐらいだと思うんですよ、一番初めは。そう、そんな長い？あ、10年前ぐらいで、あの、マルフェイスは大阪で、今日みたいな人権啓発イベントみたいなのを やることになって、そこに僕がたまたま呼ばれて、そうだ、うん、初対面に今日みたいなことをやったんですよ。そう、っていうことは石田さんの方が古いわ。あれはね、2009年なの。9年でしたっけ？2009年。だって高校生だったよ。高校生か大学生か、僕来たぐらいだと思うんですけど。高校3年生だった気がする。ああ、そうですか。じゃあ。そう。え、ごめん、一番古かったのは石田さんでした。はい。なんかそう、大阪でイベントを2009年にやるってなった時にゲストに出てもらう人を探さなきゃいけないじゃん。で、確か大阪住みの人誰っていうので探して石田さんがいるよって教わって、で、会ったのはあのイベント当日だよね。当日で初対面でなんかいきなりこんな風に話すって言われて、あ、分かりましたみたいな。ほぼの打ち合わせもなくやったのを確か覚えております。そうでした。じゃあ石田さんの方が古い。それそうだそうだ、思い出した。そんな始まりでしたね。はい、ありがとうございます。そしてじゃあ一番最近知り合った小見さんの出会いは何でした？私はもともと戸川さんが、人は見た目というけれどの書籍をして、母がフェイスブックで若手交流会やってるよっていうのをきっかけに、あのフェイスマイスタイルを知りました。あ、偉いね。そう、今あのコロナ禍なので、まあ、コロナ禍になる前は結構交流会とかやってたんだけど、コロナ禍になっちゃってからはオンラインで若手交流会をやってるんですが、そこにあの参加してくださったのが小見さんです。はい、なのでまだ何ヶ月前とかだよね。はい、そうです。そうです。はい、そんな3人で今日はね進めていきたいと思うんですが、なんだ、石田さんと2009年だからもう10年以上の付き合いになるかと思うんだけど、正直マイフェイスマイスタイルとこんなに長く付き合い続けてると、なんだろう、なんかそろそろもういいかなっていう感じじゃないの？いや、まあね、でもまあそんなコースタイプにやってるわけじゃないと思うんですよね。特に。ああ、確かに。で、なんかたまになんか連絡が来て、なんかこういうものあるけど、どうみたいな感じでお声かけいただけるので、まあ、ね、お声かけいただけるのであれば、まあ、じゃあ、元気になってもらっていう感じが続いてる感じですかね。ね、うん、なんか、あると、あ、石田君って連絡して、あの、ちょっと、あの、お願いしますっていう連絡だよね。確かに、そんな感じではあります。あの、でも、真面目な話をすれば、あの、
このマイフェイサーがやってる活動の、その、何でしょう、まあ、見た目にちょっと症状があっても、まあ、楽しく前向きに生きられるっていう、まあ、そういう考え方が、まあ、僕の、何でしょう、考え方と結構近いところがあるので、まあ、そういう意味では、ぜひ、僕にできることがあれば、協力していきたいっていう感じで、今まで、はい、10年ぐらい付き合ってます。いや、石田君、グッチョブ、ありがとう。そうやってね、長いお付き合いをしていることであったりはします。小池さんもでも10年って結構もう古いね。そうですね。なんか私もなんかその、なんで付き合っとるかというと、そのイベントに初めて行った時に、なんだこの面白い人たちみたいな。あ、その最初のキックオフイベント？そう。マイフェイスマイスタイルも面白いし、そこに集まっとった人たちとかも、すごい面白くて、まあ、なんかこのつながりを大、なんかこうつながりを大事にしたいなと思っていく中で10年過ぎた。そうだね。ちょっといろんなね、人が。そうそう、もういろんな個性の人たちが。いいね。いいよ。いい言葉だ。そう。いろんな個性の人がマイフェイスマイスタイルには集まっております。確かに。まあでも、ちょっとこう、パッと思い浮かべるだけでも、ほんといろんななんか、まあ、症状もね限らずなので、いろんな症状の人もいるし、年代も結構バラバラだったりするので、中身が面白い。え、中身がみんな超面白い。何？ありがとうございます。まあまあまあ、そんな私たちではありますが、小見さん大丈夫ですか？置いてかれてる感じですね。小見さんでもまだほらマイフェイスと、なんていうのかな、知り合って日が浅いじゃない。だけど、まあ、今回ちょっとゲストで出てもらいたいんだけどって言って、大丈夫だった？あ、全然大丈夫です。自分の知ってもらえる機会が増えてとても嬉しいなって思います。あー、偉いね。ていうかさ、マイフェイスマイスタイルのことを小見さんは なんで知ったの？あの母がフェイスブックで教えてくれたのがきっかけで、ホームページとかも見てて、いろんな症状の方と話せる機会っていうのが今までなかったので、とても新鮮だなって思いました。あら、母が、お母さんがね。いいえ、お母さん多分私より年下なんじゃないかなって思いますけど。まあ、若手交流会も確かに、なんて言うんだろう、症状がいろんな方がいるんだけど、一応若手なので10代、20代に年齢だけの制限をかけて、いろんな症状の方が来てくださるっていう感じで、2回、3回って参加する人もいるんですけど、結構ね、毎回新しい人がいつも来てくれるような感じなので、もし今見てる中で10代、20代の当事者さんがいらっしゃったら、ぜひ次の若手交流会、1月にもありますので、参加していただきたいと思います。まあ、そんな感じで皆さん、マイフェイスマイスタイルとのお付き合いはすごく楽しいって言ってくれたので、よかったと思っております。ありがとうございます。あ、なんかちょっとコメントもいただきました。皆さん、ごめん、ちょっと読めなかった。ごめんなさいね。はい。あ、このオープニングっていただきましたけど、そう、このオープニングです。ひろこビッチのあれでずっと使っていたこのオープニング、今日も使いました。あ、こんばんは。お久しぶりです。ゆうさん。それから、あ、皆さんこんばんは。写真撮ったり魚釣りしたりして楽しくやってます。なるほど、ありがとうございます。私はマイフェイスマイスタイルのホームページか何かで、川よけさんの見た目問題の当事者の会の宣伝を見て、川よけさんにメッセージして参加するようになりましたと。川よけさんとの付き合いも長くなりますねって。そう、多分ヒロコビッチのあの放送やってたりとか、あとうちのホームページとかでイベントやったりとかするのをちょっと告知してる時期もあったりしたので、まあ、それつながりって感じですかね。ベルマガかなんかの時、ベルマガ配信をされとった。ベルマガ配信、あ、確かに。してたベルマガ配信。そうだ、ベルマガを配信してる時期もありました。まあ、今 SNS が、なんていうの、中心というか、もうほぼほぼ今 SNS だけになってしまったので、今だったら SNS で告知をかけてくれればね、リツイートしたりとかしたりしてます。なるほど、そんな感じでやっていきたいと思っております。さてさて、そして本日、じゃあ少しテーマに入っていきたいと思うのですが、本日のテーマはこちらね、楽しく生きるってどういうこと、というテーマで今日はお送りしていきたいと思うんですけれども、まあ、楽しく生きるっていうか、まあ、そもそも、まあ、こういう見た目問題とかっていうことになってくると、
いろいろね、皆さんもそうは言ってもやっぱりしんどかったとか辛かったっていうようなこともあるんじゃないかなって思うので、まあ、しんどかったこととか辛かったことなんかがあったらちょっと教えていただきたいなって思うんですけど、どうでしょう？石田さんなんかどうかな？まあでも何でしょうね、もうやっぱりその、まあ、一番辛かったことっていうと、まあ、うん、やっぱりその初めての人とか、やっぱり何も知らない人に、その、うん、こっちが何かをしたわけでもないのに、やっぱりちょっと、嫌な反応されたりとか、話してくれなかったりとか、うん、やっぱりそういうところが、やっぱり、まあ今も、まあたまにありますけど、やっぱり特に僕が小さい子供の頃は、やっぱりそれが一番しんどかったな、と思いますね。小さい頃のさ、記憶って、だいたいいくつぐらいの覚えてるの？え？小学生ぐらい？まあそうですね。小学生は覚えてな、覚えてて、まあ幼稚園はちょっと微妙かな。はい。でもやっぱりそういう、なんていうの、イメージっていうか嫌なことっていうのは、まあもう小学校だから低学年、1年生とかでも覚えてるってことだよね。やっぱり覚えてますね。なんていうんだろう。あ、話しかけても、なんていうの、返事してくれないとかもあるの？まあ、もう話しかけたら、そのまま走って逃げていくみたいな。はい。まあ、相手も子供の場合はですよ。子供の場合は、やっぱり僕が何か話したり、近くに行っても、うん、やっぱりそのまま走ったりとか、うん、まあ、中には、笑う子供もいたりとか、うん、やっぱりそういうことが、やっぱり、結構あったなっていう記憶がありますね。そっか。川除さんなんかはそういう経験あります？そうですね、私もやっぱりなんか私は、やっぱ小子供の頃のいじめが一番つらかった、しんどかったのが、いろいろあったけど、やっぱり一番っていうとそれです。やっぱその子供って小学生ぐらいの時？私は割と保育園の4歳の時からの記憶があって、うん、保育園もからそういうのがあったから、すごい保育園もあんまり好きじゃなかった。保育園も覚えてるの？かなり保育園の間取りまで覚えてるくらい、すごい保育園の記憶とかもすごい、なんか何やったとかも覚えてる感じです。そう、まあだからさ、こう大人がっていうかさ、よくさ、まあ子供の頃のことはもう覚えてないと思うからなんてふっと思ったりするけど、意外に保育園とかね、小学校1年生のこととか覚えてたりってするんだよね。そっか。コウミさんは、まあ症状、脱毛症っていうことだったけど、あれなのかな、子供のと、さっきごめんね、生まれて何ヶ月とかって言ってたっけ？0歳11ヶ月の時からです。もう生まれてすぐ。0歳11ヶ月だから、もうだから、じゃ保育園とか幼稚園とか行ってる時はどうしてたの？もう本当にスキンヘッドで行ってて、でも私は結構周りに恵まれた方で、あまり記憶がないだけかもしれないんですけど、あまり嫌な言葉を言われたのかもしれないんですけど、あまり覚えてないですし、今も楽しく学校には通えています。なるほど。そうするとあんまりそういう、なんか、なんだろう、しんどかったとか、ちょっと辛かったなとかっていうのはない感じ？じろじろ見られて言われないだけなのかもしれないですし、まあ、でも小さい子とかは、ジロジロすごい見られてるのかなっていう印象はあります。小さい子から、うん、ああ普通に道でってこと、うん、ああまあ子供ね、さっきほら石田くんも子供同士だと話しかけたらなんか逃げたとか言ってたじゃない、はい、やっぱちょっと相手が子供っていうと、なんていうのかな、表情がストレートっていうかさ、表現がさ、そういうのって結構しんどいことってあったのかな。まあ、やっぱりあれですよね。やっぱりもう、
子供はいい意味悪い意味素直なんで、うん、まあ、よりその、 反応がこっちに返ってきますから、うんうんうん、まあやっぱりそれを自分自身でちょっとうまく処理しない限りはすごい傷ついたりとか、やっぱりそういうことにつながりやすいのかなとは思います、ね、あ、なるほどね。まあ、どうなんだろうね。ちょっとこれ答えがある、正解があるとかっていうわけじゃないけど、世代の違いってあるのかな、どうなんだろう。なんていうの、例えば今の10代の子、うん、20代30代40代だと、なんていうの、育ってくる背景っていうか環境が違ったりとか、まあ、そういうその時代背景みたいなのも違うのかなって思うから、しんどい思いっていうのもちょっと違ったりするっていうのもあるのかな、うん、どうだろう。なんかその私はもう46歳なので、自分の子供の頃の学校とか教育って考えると、うん、それは多様性とかそんな言葉はまだ全然なかったから、あ、そういうようないろんな人がいるよみたいなことは教えられてないような感じが気がします。ああ、川除さんの時代だと、例えば学校にそういうなんていうのかな、まあ、今だとね、いろんな個性の人がいるよみたいな教育ってあるじゃない、うん、そういうのないもん、ね、ない時代。ない時代だけど、どっちかっていうとこう触れられない感じだよね。そう、なんか見ちゃダメ、本当にそれは見ちゃダメみたいな、うん、隠すみたいな。そういう時代か。うん、石田くんは、まあ、僕の時代も少しずつそういう教育が始まってできてた頃かなとは思うんですけど、うん、でもさっきのあの香美さんの話を聞くと、結構あの僕の時代と今の時代って結構あの大きく違う部分はあるのかなっていうふうには感じますかね、うん、なるほどね。今の子供たちの反応を見てると、うんうん、まあ、もちろんギノギノ見てきますけど、うん、その僕が小さい頃だったら、そこで何か、ひどいことを言ったりとか、うん、なんかもう笑ったりとか、そこまでする子供が多かったイメージがあるんですけども、今はあんまり見るだけで、あんまり何も言ったりとか、そういうことはしてこないような印象があって、うんうん、まあそれは僕が大きくなったからかもしれないし、うん、まあ、もしくはさっきのお話にあったように、ちょっと社会教育が変わりつつある中で、子供たちもやっぱりそういうふうに変わってきてるのか、まあ、両方両方に影響があるかなとは思うんですけど、うん、ちなみになんだけど、今日は結構年代もバラバラで、まあ、まあ私が50代で、川池さんが40代、石田くんがさっき29っつったっけ、あ、20代ギリギリ20の最後で、まあ、小売さんは10代最後みたいな感じなので、本当年代も結構今日はバラバラなんだけど、まあね、ちょっとごめんね、小売さんちょっと思ったんだけど、今ニットキャップかぶってるじゃない、それって学校行くときかぶってるの？あ、このまま行ってます。あ、そうなんだ。あ、そういうのもだからさ、ちょっとあの話戻すようだけど、川除さんが子供の頃ってさ、多分なんていうんだろう、そういうちょっと違う格好していくとかってどうだったろうね。見たことは、出会ったこととか全然だ。私と自分と同じような当事者自体、うん、もう本当に大人になるまで出会ったことなかったから、みんなどこにいるんだろう、自分一人なんだろうってずっと思っとったから、会ったことないです。まあさ、今、まあ、今日のこれもそうだけど、オンラインでね、YouTube でこう配信してるけど、うん、なんていうの、私たちがね、子供の時代には、そんなね、SNS とかなかったし、うん、どこに同じ症状の人がいるっていうのとかは、うん、全く分かんないもんね。そうそう。要は身の回りの現実に合ってる、学校とか地域で合ってる人しかいないわけじゃない？だからどっかにはいるんだろうと思うけど、見たことないよね。見たことない。香美さんはそれこそさ、生まれた時からスマホあり時代な感じでしょ？世代的に。うん、あ、
多分そうだと思う。だよね。だから気づいたらもう SNS やってます世代って感じだよね。はい。どう同じ症状の人って実際リアルで会ったことはあるの？あ、あります。小学校3年生の時に別の NPO の脱毛症の団体に入っているので、ここでの交流は何回も行ったことがあります。そうか、うん、そうだよね。患者会とかの、でもその情報どこで知ったの？それもお母さんがたくさん調べてくれて。あ、まあ、ネットでってことだよね。はい、ネットです。そうだよね。だからまあそうは言っても、多分こうみさんのお母さん私より、まあ、同じぐらいかなって思ったりはするんだけどまあ今はね、ネットで調べることも全然できるから、そうやってすぐ情報を得られるけど、うん、ちょうど真ん中の中間の石田くんはどうよ？僕は本当にスマホが普及したのが、僕が中学生ぐらい、うん、小中学生ぐらいなんで、その頃か、うん、はい、だから僕が生まれた時はあんまりインターネットっていうのも あんまり出回ってなくて、うん、だからもう母親は、うん、情報を集めるのにそのお医者さんに聞きまくって、うん、いろんな病院のお医者さんから情報を集めて、うんうん、僕の親はその、うん、僕が小さい時に同じ症状の子供を持つ親の会をね作ったんですけど、うんうん、でもやっぱりそこまでには結構情報集めに苦労したって言ってましたね。だよね。そうそうそう、昔はそうよ。なんかちょっとおばさんクションになっちゃうけど、そう、昔は情報を集めるとしたら病院のお医者さんから情報を集めるしかなかったから、行ってるお医者さんが同じ症状のね人を見てるとかっていうので、やっとそこでつながるチャンスがあるかなっていう。でもそれもさ、お医者さんとか病院によってはさ、なんていうんだろう、つなげてくれないとかっていうこともあるからね、全然知らないってこともあるよね。そうね、やっぱそうなってくると世代間の違いとかっていうのも、あとそのツールの違い、ネットがもうねある時代とない時代とか、そんなんでいろいろやっぱり変わってくるとこはあるかもしれないね。うん、まあでもさ、そうは言ってもさ、逆にね、逆に私たちの時はだからネットとかがなくて SNS とかもなかったから、まあなんて、まあちょっと周りに自分をいじめる人とかがいなければ、なんて言うんだろう、学校でも安心していけてるっていうのあったけど、まあ川脇さんはそういういじめがあったっていうふうに言ってたけど、逆に今だとさ、こう SNS とかですごい攻撃されたりとかもあったりするじゃない？みんなはどう？ SNS とかでなんかすごい病気のこととかでいろんな嫌なこと言われたりとかっていうことあったりします？僕、SNS やってますけど、うん、こういう自分のことは公表してないです。え、どういうこと？どういうことって、どういうこと？あ、自分の症状のことを一切何もオープンにしてないってこと？オープンにしてないので、まあもちろんだから知り合いとはつながってますけど、うんうんうん、知り合い以外の人が僕のそれを見ても全然わかんないです。なるほど。だから別に攻撃も何もないと思いますけど。あ、そっかそっか。要は SNS で誰もが見られるような状態で、その症状のこととかをコメントしたりしてないってことか。あ、なるほどね。あ、そっかそっかそっか。え、小海さんはどうかな？私も今は石田さんと同じ感じで、うん、学生になってみたらちょっとみんなに知ってもらえるように、うん、何かインスタグラムとかも始めてみようかなとは思っているんですけど、うん、でもやっぱり怖くてまだ何もできてない、うん、状態ではあります。そのやっぱ怖いっていうのは、なんかこうもし症状のこととかを書いたらなんか言われちゃうかもしれないとか、そういう感じ？うん、ハゲとかそういうのが怖いかなっていうのはあります。そっか、なるほどね。かよけさんは？私は私はこのかわよけ静かいう名前を出して、いろいろ SNS やっとるけど、うん、特になんか悪いことを書かれたり送られたした
したことはなくて、うんうんうん、ただその私なんか記事でなんか記事でヤフーのページとかで出たことがあって、そのコメントとかを見たら、うん、そこには書かれていることはあった。ヤフーコメントね。なるほど。確かにいろいろあそこはね、いろんな問題あるよね。うん、まあでも確かに川除さんは本当に自分の名前出して、まあ、一人芝居やったりとかもしてるから、自分の症状のこととかも全然オープン出しちゃってるけど、香美さんとか、そう、石田くんは今言ったように、自分の症状のことを SNS で発信してないわけじゃない？なのに、こう、川除さんたちみたく、自分のこう、症状とかの情報をオープンにこう出してる人とかを見て、ぶっちゃけ、どんな感想を持ったりする？私は結構勇気づけられるタイプ。本当？なるほど。やっぱそういう症状をオープンにして、いろんな情報を発信してるのを見ると、勇気づけられる感じなんだ。はい、私も頑張ってみようかなって、プラス思考になってるの、なれます。なるほどね。石田くんは？僕も、まあ、そういう人たちを見ると、やっぱりすごいなって思いますね。だけど、まあ、自分がそれを同じことをやるかって言われると、うん、なんかそこまで別に僕は、まあ、したいと思わないというか、まあ、なんかそうですね、したいと思わない。自分がそこまではしたいとは思わないですね。うん、別に嫌とかじゃなくて、うん、なんか怖いとかじゃなくて、うん、あんまりそこまで、うん、自分はしようとは思わないですね。うんあね、やってる人たちを見るのはすごいな、頑張ってはるなっていうふうにはもちろん、うんうんうん、肯定的には見ますけど。ということは、なんていうの、ちょっと言い方あれかもしれないけど、石田くんは石田くんなりのなんかこうスタイルっていうのかな、自分のやり方みたいのがあるのかなって思うんだけど、うん、SNS では発信しないけど、自分としてはこういうことやってるみたいのあったりするの？でも、ね、今日のイベントもそうですけど、うんうん、いろんなイベントとか講演とかでお声かけいただくことに関しては、自分からじゃない、積極的に受けるようには、してますし、そこで、発信はするようにはしてますけど。まあ、そうだよね。実際、ね、記事っていうかインタビューを受けたりして紙面になったりとかもしてたりするぐらいだし、顔にも負けずにも怒ってちゃってるもんね。もうね、はいはいはい、なるほどね。まあ情報発信の仕方もまあ人それぞれみたいな感じで、まあいろいろ確かにあるのかなっていうのは思うんだけど、そっかそっか。まあでも確かにそういった情報を、まあ、SNS を見るっていう人もいれば、本とか新聞記事とかを見たりってする人もいると思うので、まあ、いろんな形でいろんな人にそういった情報が伝わればいいかなって思うけど、なるほどね。ちょっとなんかちょっとその要は少しもしかしたら答えにくいかもしれないんだけど、やっぱさ、見た目に症状がある人たちって自分のこう今もみんな顔出ししてるけど、症状のある部分が出ちゃったりしてるわけじゃない？なのに、こう、顔出しをして、それこそ自分の症状も見えちゃってるような状態なのに、こう、情報を発信する、なんていうのかな、意味っていうかさ、その、自分はこういう思いがあって発信してるみたいのっていうのは、なんて言ったらいいんだろう。ちょっとまあ難しいかな。どうしてっていう感じかな。なんか素直に聞いちゃうと。なんで顔を出して、症状出してまで情報発信するのって思うけど、そこら辺はどう思います？川除さんとかは。私はやっぱりちょっと綺麗事に聞こえるかもしれんけど、うん、私がちょっとやっぱり嫌な子供自体嫌な分思いしてきたがを、うん、今の子供たちとかこれから生まれてくる子供たちにはそういう思いしてほしくないっていうのが一番にあって、うん、でそれプラスなんかその自分にできる
自分がこういうことすることによって、誰かがなんか喜んでくれたり、誰かの役に立てるっていうような、その役に立てたっていうような喜びが私を元気にしてくれるみたいな、私をやる気にしてくれるみたいな。それはなんかこう情報発信したときに、なんかこうレスポンスがあるってこと？そうです。なんか講演とか行ったりしたら、なんかその話聞けて、その元気出たとか、なんかこういう考えを持ってったみたいな感じの感想とかをもらうと、あ、やってよかったなとか、なんか自分のやっていることに意義、この顔の意義みたいなことを見つけられたからやっているという感じです。そっか。石田君は？でも僕も川除さんと近いところがあると思うんですけど、やっぱりこの見た目問題みたいなことって、やっぱりその、知ってるか知ってないかってかなり大きいと思うんですよね。だから、その知ってもらうっていうきっかけになればと思って、全然、目的よければ、登録させていただいたり、情報発信。まあ、していこうかなっていうふうな思いですね。石田君的には、その例えばそういう石田君はトリーチャーコリンズ症候群っていう、まあ、症状で、まあ、非常にその数の少ない症状だったりもするんだけど、こういう症状の自分が出ていくっていうことで、あ、こういう症状があるんだっていうのを知ってもらうだけでも違うっていうこと？あ、そうですね。知ってもらうだけで、やっぱり外部、まあ、僕と同じ症状の人とか、まあ、これから生まれてくる、子供たちにとって、まあ、少しでも、まあ、いい意味で、社会が変わってくれるんじゃないかなと思ってます。なるほど。それってさ、なんかちょっと実感したことってあるの？実感？まあ、さっきさ、川除さんはさ、ほら、公園行ったりして、勇気づけられました、みたく、ね、言われて嬉しいとかって言ってたけど、石田くんは？あ、でもそういうこと言ってくださりますけど、でもなんか僕は素直に喜ぶっていうか、なんかすごい、なんか恐縮な感じを受けちゃうので、なんか。恐縮でよって感じ。なんか、なるほどね。まあ、石田くん、あれ、いつだっけ、2年前だっけ、ワンダー、君は太陽っていう映画があったじゃない？で、あの映画の、なんていうの、コラボ企画で、小学校に行って講演をして、その後みんなと一緒に給食食べるっていうのがあったじゃない？あったよね。だあれがまさしく、まあ、なんていうの、子供たちが、まあ、初めて要は、なんていうの、石田くんのこう顔を見てさ、なんていうの、教室に入ってった瞬間、子供たちがこう、一瞬固まるみたいのがあるじゃない、こう石田くんからもう目離さないでさ、一瞬固まるみたいなところがね、5分、まあ、10分かな、石田くん喋ってるうちにだんだんみんなもうリラックスしてきてさ、で最後に、じゃあ質問がある人って言ったらさ、もうはいって言って、なんだっけ、好きな食べ物は何ですかとかって質問するんだよね。そうそう、だから、いや、見た目問題のこと聞くのかなって思ったら、好きな食べ物何ですかとか、あと、お母さんと喧嘩した時どうするんですかとか、そういう質問が来るっていう感じだったじゃん。まあ、ああいうふうにこう、みんなが知ると空気が変わるっていう感じ。ああいうのは確かにあるね。特に子供さんの場合は特にそうだと思いますね。小さい頃から知ってる知らないっていうだけでかなり変わると思います。考え方とか、その症状の見方とか。やっぱり、だから、その子供たちが次、トリーチャーの人とか、他に、顔のように症状がある人とかを見たとしても、絶対少しいい意味で、その人と関わってくれると僕は思うので。なるほど、はい、確かにね、まあ、なんかワンダーね、まあ、聞くところによると2がどうも出るらしい、続編がね、まあ、あれほら本も続編あるから、なんか出るらしいっていうのはちょっと小耳に挟んだので、まあ、それがぜひできたらいいなっていうふうには思ったりもしてます。で、まあ、そんな、まあ、そうそう、石田君とは確かにそういうこともやったんだけど、まあ、コウミさんはほらまだ
これからそういうことをやっていこうかなって、さっきやりたいなって言ってたけど、今まではそれを見てる側だったじゃない？見ててどうだった？こういうなんか先輩たちがこんな情報発信してるのを見てたわけじゃん。だけどどうよ。まあ、自分にできるか不安のところもあるんですけど、うんうん、私も社会の認知度を上げたいと思っているので、うん、まあ、先輩たちにお話を聞きながら そうだ、先輩たちにお話を伺いながらとかっていうまあ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 、まあ、でもそういうやっぱ人が発信してるのを見ると、さっきちょっとなんか楽しい嬉しいみたいな感じだったけど、違う症状の人がなんかこう情報発信とかしてるのを見ても、まあ、面白いし楽しいよね。うん、で自分もやってみようかなみたいな。まあ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 、でもこういうのってほら、多分お二人もそうだと思うんだけど、なんていうのかな、自分のタイミングってあるじゃない？川除さんだって多分そうは言ってもね、昔からずっとやろうやろうと思ってたわけじゃないでしょ？なんかきっとあったんだよね、タイミングっていうのがさ。私なんかすごい香美ちゃんの気持ちがちょっとわかるっていうか、うんうんうん、なんか一番最初はすごいやるのはやっぱすごい怖かって、うん、でなんか本当にこのこういうこと自分なんかがやっていいんだろうかみたいな、こういうなんか発信をやっていいんだろうかみたいなことをすごく悩んだ時期が、悩んだというか最初ものすごく悩んで、もしごめんね、その今自分なんかがって言ったけど、それどういう意味？なんかなんでそういうふうに自分なんかがっていうか、私がなんかそうみんなに活動してる他の人たちと一緒にやっていいのかなみたいな、うん、ふうに思っとって、うん、でそれをなんか自分が出たら、もしかしたら家の壁に生卵とかぶつけられたらどうしようとか、なんかそんなふうにやっぱ考えた時期あって、マジで、うん、でもなんかその時に、まあ、今は懐かしいかも、ミクシーやっミクシーでゴミちゃんがクエスチョンでやってるミクシーであっちのあるよ、白熊さんっていうアルビノの方になんかその気持ちを話したことがあって、本当になんかもう繋がっては間もない頃やったのに、私とっても心配なんですとかって書いたら、なんかただいるだけでいいんですよみたいな感じで言われて、やっていいんだみたいな。まあでも確かにそのちょっと出てくときは怖い、まあ、確かにそのなんかさっき言ったけど誹謗中傷されちゃうんじゃないかとかいろいろあったりするもんね、うん、まあ、だからまあ無理にっていうのはないよね。多分自分がこうひょいといけちゃうタイミングみたいなのが来る時が来る、そんな感じなんだと思う。まあ、香美さんに今日ゲストに出てきてもらっといて言うのもなんなんだけど、そうそう、無理のない自分のなんかいいタイミングでなんか情報発信をしてくれたらいいなっていうのは思ったりはします、はい、まあさ、情報発信確かにちょっと難しいんだよね。この特に見た目問題っていうのはこう見た目のことなので、ストレートに伝わっちゃうじゃない、特に今の時代だとね、こういう映像とかがあるとさ、だからこうちょっといろいろ言われちゃうっていうこともあったりするので、まあ本当に今日見てる皆さんも情報発信してみようかなって思ったら、まあ全然ぜひやっていただきたいなと思うんだけど、まあ無理のない本当に自分のいいタイミングでやってもらえたらいいかなっていうふうに思ったりもします。まあ、皆さんにまあちょっとこれ、ね、いろんな今いろいろちょっとしんどい話とかで、それをどうしてきたっていうような話を聞いちゃいましたけど、さっきちょっと触れましたが、今日本当年代バラバラなのよ。50代、40代、20、10代最後みたいな、まあ、そういう本当バラバラな年代だったりもするし、症状も本当に皆さん違うので、ちょっとお互いだって結構、初めましての関係もあったりするじゃない？石田さんと川除さんは知ってたりするかもしれないけど、まあ、初めましてもあったりすると思うので、ちょっとお互いになんかこうお互いにこう質問というか聞いてみたいことがあったらぜひお願いしたいなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。お互いに質問とか聞いてみたいことってあったりしますか。ある？じゃあ私からいきます。私から OK いいよ。なんかその2人とも学生だやから、うん、その高校は行ってないか、高校はもう終わったかもしれないけど、大学生活とか、その学生生活ってどんな感じかなみたいな。
こともすごく興味あります。今ってこと？今学生生活で、うん、なんかそう今の若い人たちって、うん、見た目とかってどう捉えてるのかなみたいな、だからその友達とか同じ同級生とか、うん、はいはいはい、なんかそういう割と前向きな感じでと好意的っていうか、なんかやっぱ自分の頃はまだそういうような、うん、まあ、友達もたくさんいたけど、うん、自分の頃よりも今の方がなんか学生生活って送りやすいのかなとかって思ったり。あ、なるほどね。まあ、最近はさ、そういうちょっとこうルッキズムなんて言葉も出てくるように、意外にこう見た目っていうことがねすごい重視されちゃってるのか、他方さっき言ったように多様性みたいな話もあったりするので、まあ今の学生さんのなんていうのか、環境、そうそう、感覚みたいな、感覚みたいな、どんな感じかなっていう感じだけど、こうみさんはどう、学校でっていうか、周りの子をみんな受け入れてくれてるんですけど、うん、やっぱり自分がディズニーとか、あとプールとか温泉とか、うん、ジェットコースターとかで友達と遊ぶことに未だ抵抗が少しだけあって、それ以外は別に大丈夫なんですけど、やっぱ自分の考えすぎかなとか、うん、そういうことで悩むことはよくあります。考えすぎっていうのは例えばどんな感じの時に？あんまり周りも脱毛症だみたいな、なんだろう、インパクトはないのかなと思いつつも、やっぱり自分がプールとか温泉とかで帽子を脱ぐことによって、うん、あ、ちょっと気まずい雰囲気になっちゃうのかなっていうのがすごい怖くて、自分でも、うん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 、まだ友達とそういう話もしたことがないから、普通になりゆきで言ってる感じで、どうすればいいんだろうっていうのはあります。あ、そっか。あ、学校のお友達にその症状のことの話とかをあまりしたことがない感じ？あまり、まあ、自分がこういう病気っていうことは伝えてはあるんですけど、やっぱり触れていいのか、うん、お互いちょっと曖昧な部分っていうのがあって、自分から言ったら友達が言いやすいのかなとかは考えるんですけど、なかなかそういう話に持っていけない自分がいます。まあ、いきなりね、はい、私とか私みたいにさ、なんか空気読まないでさ発言するわけにいかないもんね。まあ、確かに。ちょっとその今の同じあの話なんだけど、石田くんは大、まあ、学生でなんていうの、自分から周りに言ったりするの？まあ、僕も言わないですね。あ、言わない、まあ、だから僕も本当に僕のこのクリーチャーっていう言葉、うん、本当に僕の友達も新聞とかテレビで初めて知ったっていう人が多い。あ、だから石田くんが取材とか受けて、あのその取材の記事読んだりテレビを見て、クリーチャークリーンズ症候群って言うんだみたいな、そうなったんだっていうぐらいしかないので、僕も自分の症状は、あ、まあ僕の場合はもう見たら分かるじゃないですか。うん、まあまあ、うんうん、あのクリーチャーかどうか分かんないですけど、名前分かんなくてもね、こ、うん、ういう顔なんだっていう思うじゃないですか、うんうん、それを、まあ、思った上で、まあ、普通に友達として関わってくれてるので、うん、なんかまあ中にはね聞いてくる人もいますけど、聞いてこられるから別に答えますし、聞いてこなかったら、うん、まあまあそのかっていうか、なあなあな関係でまあいいのかなとは思いますよね。友達として関わるのであれば、うん、そんな感じ。なるほど。だから僕も、あの、うん、さっき小見さんが言ってたみたいに、うん、あの一緒にいる友達に僕のことを、まあ、どう思ってるっていうのか、うん、例えば街で二人が歩いてて、うんうんうん、あの周りの人がね僕に対して、うん、多分姿勢が多分僕に集まると思うんですよ、多分。あ、一緒に友達と歩いてる時ね、はい、うん、分かる。姿勢って多分、うんうんうん、友達も分かるじゃないですか、うんうんうん、あ、見られてるなっていうことが、うんうん、だからそれをどう思ってるのか、すごい僕は、あ、僕と一緒にいてなんか申し訳ないなって思う気持ちもあるんですけど、まあ、
この前、たまたまテレビの取材か何かで、その流れで、僕の、うん、その、そばにいた友達に、うん、そういう質問を、その、いいかの人が、かけたんですよね。うんうん、でも、なんか、あんまりそういうことは気にしないって言ってたので、まあ、まあ、そんなに気にしないのかな、気にしてないのかなっていうふうに、ちょっと、まあ、思うようにはなりましたね。な今のあれだよね。だから友達と一緒に歩いてて、まあ、みんなこう道行く人が見るじゃん。で自分はまあね小さい時からまあ見られてるからまあ、あまたかって思うけど、一緒に歩いてる友達に申し訳ないなみたいな感じってことだよね。まあ、でもその友達はえ別に私気にしてないけどっていう感じだったってことでしょ。そうですね。だからね、遊びに誘ってくれたりしますけど、うん、もうその時点に多分、別に僕と一緒に街を歩いても嫌だとは思ってないはずなんで。あ、まあ確かに。だから、そればっかり誘わないじゃないですか。うんうんうん。だから、もう多分あんまり気にしてないんだろうなっていうふうに思いますね。見た目に対しては、やっぱりそういうものかなと。なるほど、なるほど。あの、僕は最低そう思うようになりました。OK です。そうらしいですよ、若者は。川池さん。うん、いや、川池さんもでも多分学生時代振り返ってみて、うん、まあきっと同じようなこともあったりしたよね。そうですね。私だ、短大の時は特になんか、うん、やっぱり今の症状は自分からは言わないけど、うん、まあ、私自身と友達になってくれる私の中、うんうん、中身見て友達になってくれる人はたくさんいたし、なんかそう考えたらやっぱり今も昔もそう変わらんのかなとみたいなとも思ったり、はい、どうですかね。なんかね、私もよく質問受けるっていうかさ、当事者さんとかからやっぱ自分から症状のことを先に伝えた方が、うん、なんていうの、皆さんはこう付き合いやすいんですかみたいなこと聞かれること結構あるんだけど、意外にこれねそうでもないと思うのよ。さっき、ね、うん、石田さんも言ってたけど、石田くんともっと仲良くなりたいなとかって思って症状のこととか聞いてくるだったらお話しすればいいし、で別にそれを伝えなくても普通に付き合えちゃう、ね、友達もたくさんいるから、あんまり自分から言わなきゃいけないっていうのもそんなに強く思わなくていいかなって思ったりしてます。逆にさん、あ、すいません、逆にそのなんか初めましてで言われて、うんうん、なんかどうしようもないと思うんですよ、言われた側は。あ、そうですかって言うしかないし、ちょっとあの下手したら身構える可能性があると思うんですよね。あ、なるほど。それだったら、まあ、自然な流れで入っていった方が、うんうん、まあ、人としてのその関わり方としてはまあ普通なのかなと思いますよね。うん、確かにね。まあ今ね、こみさんも高校生でこれからまた先か大学とかって変わっていくかもしれないけど、だそうです、はい、いろんなことがあるかと思いますがきっと、まあ、いろんな経験があるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。川池さんからの質問でした。じゃあ次、どうしようかな。石田くんからの質問はありったりしますか？2人に聞いてみたいことってありますか？ちょっとめちゃめちゃの質問になっちゃうんですけど、いいですか？うん、いいよ。じゃあ、まあ、川之さんに対しては、あの、まあ、川之さん、今、ご結婚されて、子供さんが2人いらっしゃるんですよね。はい。で、まあ、僕も将来どうなのか分かりませんけど、今、そう思うのは、さっきの話じゃないですけど、やっぱり僕と一緒にいる、人に対して、どう思う、あ、その一緒にいる人がどう思うかみたいな、すごいちょっと気になってて、だから、例えば子供が生まれた時に、自分に対して何か言われるのは全然構わないですけど、子供に、その僕のことで何か言われるっていうのが、すごい僕は、まあ子供がいない意味ですけど、ちょっと、なんか変えられるのかみたいな感じで、ちょっと思うことがあって、で、あの、その辺、川之さんは、まあ、子供を、まあ、産む前と産んだ後とか、子供が大きくなるにつれて、その辺に対する、なんか、
心境の変化とかそういうものってちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。まああれでしょう、だから石田君、そのもうすっごいちょっと嫌な言い方かもしれないけど、お前の親の顔変とかって子供が言われて、いじめられたりとかしちゃうんじゃないかってことだよね。どうよ川崎さん、そこは心配なかったの？いや、実は子供の前はあんまりそこまで深く考えてなくてでもなんかもう普通に、まあ、子供できても大丈夫だろうみたいな感じでできて、うん、で一番感じたのは子供が保育園に行った時に、うん、その頃マスクしてなかったから、うん、なんかマスクしてない時期もあったから、なんかそのやっぱあのおばちゃんの顔変やみたいな感じで、うんうんうん、まあ、言われることはあって、でも子供自身が私の顔で何か言われたいうのは保育園の時はなくって、うん、小学校上がってから私テレビに出たんですよ、なんかドキュメンタリーで、うんうんうん、でその時にそのテレビを見た同級生の子が、うん、お前の顔、母ちゃんの顔変やぞみたいなことを言われたいうのは一回聞いたことあって、でそれは子供から聞いたの？子供からなんか聞いた。聞いた。うん。で、なんかその、多分ちょっとはっきり覚えてないけど、その時になんか先生に連絡書でちらっと書いたような子供がちょっとこういうこと言われてみたいな。うん、で、なんかその後のその後に再放送された感じですよ。番組でね、再放送されちゃった。うん、うん。うん、でもその時は何か言われたって聞いたら何も言われんだって言っとって、うん、でなんかこれは私の全くの憶測長いけど、うん、一緒多分子供一人で見とるいう状態じゃなか、うん、なくて親御さんにとってその親御さんが何々のお母さんはこういう病気でみたいな感じを説明してくれたんじゃなかろうかみたいな。逆にね、いい意味で説明してくれたんじゃないかと、うん、そうないだろうかという、なんかその2回再放送の時は何も言われんだって言っとったから、そうなんじゃないかなみたいなふうには思ってる感じ、うん、まあ、でもこれ結構さ難しい話でさ、いや実際本当あるよ、うん、お父さんね、若いお父さんだったけど自分がやっぱ症状を持ってるんで、子供の、運動会行ったことないっていう、うん、あ、自分が行って「あ、まるまるちゃんのお父さんだ」って、あ、なんとかって言われたらすごい子供に申し訳ないと思って、運動会に行ったことがないっていう若いお父さん、うん、症状のあるね当事者さんに会ったことあるけど、うん、あるかもね。悩みどころっていうか迷いどころではあるよね。なるほど、うん、そっか、 OK。了解です。じゃあ、まあ、小川さんの答えはそういうことで、石田君。はい。じゃあ、次、小見さんに質問があるでしょうか。小見さん、さっき、金の計算の質問とちょっと近くなっちゃうんですけど、うん、今の子供たちとか、まあ、高校生とかって、うん、まあ、すごい多様性に対してすごい理解があるというか、うん、特にね、今だったら、まあ、わかりやすいもので言えば、LGBT であったりとか、うん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 、男の子供、可愛い服を着たりとか、うん、女の子でもちょっとかっこよくなったりとか、うんうんうん、全然多分今の高校生だとそういう子いっぱいいると思うんですよね。まあ、そういう環境の中で、うん、まあそのね、人にそういう当事者として、こういう三沢が行って、うん、まあどういう、なんでしょう、周りの反応というか、まあでもさっきあんまりね、何も言われないって言ってたんで、まあそうなのかなとは思うんですけど、まあ、例えば、自分のいる学校だけじゃなくて、他の学校の人とか、こういう。例えば、通学してる途中だったりとか、あと、よくあるのが修学旅行とか行った時に、他の学校の人から悪くなんか言われるとかね。よくあるある話で聞くんだけど、コウミさんなんかそういう経験あったりする？それで言うと、小学生の時に私、バスケを習ってたんですけど、うん、やっぱり対戦、相手によってはやっぱりちょっと、なんだろう、避けられるっていうか、やっぱりスキンヘッドでやってるので、女子でスキンヘッドは誰もいなくて確かにいない、うん、ちょっと抵抗、最初はなんか、あ、ちょっとあの人にディフェンスつくの嫌だなみたいなことは言われた、うん、ことはありましたけど、まあ
そんなこと言ってても仕方ないなって私は吹っ切れるので。うん、そういう時なんかわざとちゃんちょっとぶつかっていったりとかしないの？いや、しなかったです。しないんだ。もうスルーな感じ。あ、もう言わせとけばいいやって。いや、なるほど。そうか。そういうかわし方をしているっていうことなんですね。なるほどね。まあ、いろんなみんなかわし方があるとは思うけど、スルーするっていうのは確かに、まあ、めっちゃあるよね。いちいちぶつかってたら疲れちゃうっていうのもあるしね。なるほど。OK です。わかりました。じゃあ最後、コウミさんから2人への質問はありますか？私もさっき、メディアとかに出たいって思ってるんですけど、うん、やっぱり、最初の一歩ってすごい怖くて、うん、メディアとか表舞台に出る時のアドバイスなどがあれば。そうだね、2人とももうバンバン出ちゃってるタイプだからね。ベテランの。だってよ、お二人。でもちょっとじゃあ今の質問を受け取った感じで言うけど、初めてメディアの取材とか受ける時、抵抗あった？なかった？2人とも。僕からですか？あ、じゃあ僕から。うん、僕全然なかった。え、なかった？だからもうなんか、こんな話が来てるよ。あ、うん、じゃあ、やります。僕がやったらやります。え、そこ意外にひょいって言っちゃった感じなわけ？僕全然抵抗なくて、で、その時に言われたんですよ。前に出ることで、いろいろ、あるかもしれないよって言われて、うんうんうんでもまあ、そんなのあって当たり前がなく思うところがあったので、うん、まあ。いわゆるあれだ、ちょっと流行りの言葉で言えば鈍感力みたいな感じかな。そうですね、まあ、あって当たり前がなく思ったのと、あとは、まあ、別にそういうのって、僕あんまり SNS とかで、エゴサーチとかしないので、僕は。エゴサをしないのね。あー、なるほどね。まあ、いわゆるね、そう、見たら負けだもんね、あれね。今回ね。だから、そういうの気にしない人だったので、うんうん、あ、別に、いいと思う感じました。エゴサーチをしない。それは確かにあるね。あるあるとは思います。川上さんは最初にメディア出るときどうだった？活動を始めるときはすごい卵を投げられるんじゃないかとか怖かったけど、なんかメディアに出るときは石田くんと同じで、あんまり怖く、ごめんごめん。怖くなかった。活動ってどれを言ってるの？活動を言うのはなんかその、自分がこういう病気ですというのを、例えば、うん、その頃のミクシーで発信するみたいな、そこから、それがまず怖かった。はあ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 、なるほどね。で、あ、でもそれが先にあったわけだよね。それが先にあって。発信してた中で、今度さっきはなんで発信するのか、なんで発信したんだっけ？ミクシー。なんかで言い始めたのがやったかな。ね、なんかそんな。ちょっと誰かを勇気づけられればって思って発信始めたわけだよね。うん、ちょっと怖かったけど、卵投げられるかもしれないと思ったけど。だけど、その一番最初のメディアっていうのは多分新聞やったと思うがいいけど、うんうん、で新聞の取材が来た時は逆に聞いてほしかった。え、なんで？自分のことを。それは怖くなかったの？だって卵投げられるかもしれない。それでは卵投げられるんじゃないかと思っとったがいいけど、なんかそのやっぱ他の先輩たちがいたからみたいな。名前は出せんけど、いいよ、うんうん、名前出して、のぶちゃんとか、こういう方たちとか、ね、そう、まさに、うんうん、そういう先達たちがいたから、先達たちの活動をこう読んでもらえれば書いてあるんで、そうそう、ぜひ読んでもらえればなって思うんですけど、うん、こっちにも書いてあるんで、こっちも読んでもらえればなって思うんですけど、うん、あ、そういう人たちがいたから、意外に取材も。むしろ取材自体はもう聞いてほしい、なんかその自分のやっぱ思いを聞いてほしいみたいな、うん、で知ってほしいみたいなのが先に立って怖くはなかった。それになんかそう、こう何回もこう取材受けたりしていくうちに、うん、自分の言いたいことがまとまって自分の頭の中で整理されて、うんうん、うまく言えるようになってきた。まあ、まだ下手くそやけど、うん、だから自分のためにもなったっていうところが、
まあそれはだからさ、先輩だってよ、小見さん、先輩たちがそういうね情報発信してるのがいい意味で、だからこうお手本になってるっていうか、勇気づけられてるっていうんで、ぜひほらこういうのを読むとやるよ、ね、ぜひぜひこんなところで、なるほどね、そんな風に、まあ確かに、でも何度も言っても本当なんかちょっとね、もう何て言うんだろう、年寄りの心配事かもしれないけど、まあそうは言ってもそれでなんか自分の気持ちがこう盛り上がっちゃってさ、まあなんか「いや」って言って出ちゃうと、今の時代一回情報が出ちゃうとそれをなかったことにするっていうのは今度難しいんで、情報を出す時はやっぱりちょっと一回よく考えた方がいいっていうのはあります。もうなんだっけ、デジタルタトゥーって言ってさ、ほんと一回写真とか出ちゃったりすると、うん、もう果てしなくそれが出ていってしまうので、まあ、そこはやっぱり皆さん気をつけた方がいいのかなとは思いますが、まあ、そうは言ってもいろいろ先輩たちの意見に励まされていくそうです。はい、とんでもございません。まあ、ちょっと皆さんからねコメントもいろいろいただいているので少し紹介していきたいと思います。結構いっぱい食べちゃったから、抜けちゃったらごめんなさいね。はい、レクリングハウゼン病は、まあ、進行性の確かに難病なので今でもちょっと大変ですっていう感じですね。で、あ、そうだよね、今60歳ですけど同じ病気の人とは会ったことがありませんって、どこにいるんだろうって思ってますって、確かにそういうこともあると思います。なかなかね病気の数が、症状のねちょっと希少な症状とかだったりすると、なかなか同じ病気の人に会えないっていうのもこの見た目問題の特徴だったりもします。はい、あ、でも先日偶然行った美容院で同じ赤座の美容師さんと出会いました。赤座の当社さんが赤座の美容師さんと出会うっていう、そういう偶然もある。あ、これもでもさ、ちょっと見た目問題かもね。さっき言ったようにほら石田くんもさ、パッと見でも自分がこういう症状があるっていうのは分かるわけだから、お互いどっかで出会ったら、おお同じ症状だっていうふうにすぐ分かるっていうのはあるよね。確かに確かに、それもあると思います。お、川除さんと同じで、私も次の世代の人が少しでも楽に生きられたらいいなって思ってます。はい、ありがとうございます。これは初めまして、私は、あ、石田さんと同じトリーチャーコリンズ症候群の息子さん、2歳の息子さんがいるお母さんですと。お母さんです。いろいろと調べる中で石田さんを知りました。新聞記事に出たからでしょう。石田さんの存在に支えられて今楽しく子育てできてます。大げさに聞こえるかもしれませんが、石田さんをはじめ同じ症候群の先輩方がどこかで生きていると思うだけで本当に救われる思いです。確かにその通り。そして最後、あ、情報発信をしてみたい、ぜひ情報発信をしてみてもらいたいと思いますけど、今言ったようにこうデジタルタトゥーとかっていう問題もありますので、一旦情報を出すときはよく考えてから、そして自分のタイミングで無理のない感じで出してもらえたらいいなっていうふうに思います。はい、そんなコメントを皆さんからいろいろいただきました。まあ今それぞれ皆さんからの質問聞いちゃったりとか、まあ、あとさっきちょっとしんどいことどういうふうに超えてきたよなんて話も聞いたんですけど、ということで今日のそもそものちょっとテーマに戻りたいと思いますが、この楽しく生きるってどういうことっていう今日のテーマではありますけれども、皆さんにとってね、ちょっとまあ難しい質問になっちゃうかもしれませんけど、楽しく生きるって、まあ、あるいはまあ自分らしく生きるっていうふうに言い換えてもいいかもしれないんだけど、どういう生き方で、それは今自分ができてるのかできてないのかぐらいまで含めてちょっと話をしてもらえたらなって思いますが、さあ、じゃあいろいろ話してくれたけど、石田さんどうです？この楽しく生きる、自分らしく生きる、両方ともですか？まあ、両方っていうか、まあ、楽しく生きるっていうことが、まあ、自分らしく生きるってことかなって私なんか思うんだけど、あ、そこは違うと思うよ。でもいいよ全然。まあ、楽しく生きるっていうのはやっぱり自分が生きてて過ごす生活をしてて、うん、もうやっぱりそのまんまですね、充実感を得られてるとか、うん、楽しいとか思えるかどうかっていうのがやっぱり一番、なんか言葉そのまんまですけど、うん、充実感充実感。ちなみに今石田さんは充実感を感じてるってこと？まあ、そうですね。まあ、もちろんいいこと悪いこといろいろあります
けど、うん、充実感あるし、まあ、楽しいって思うことだってたくさんあるので、今一番充実感を感じていることは何ですか？一番充実感を感じていること、そこはちょっと難しいですね。あの他にしてそう思うかどうかなんで、あの、ね、じゃなくて、うん、他にしてそうあの充実感があるなとか、まあ楽しく、うん、まあ何やかんや言いながらまあまあ楽しく生きてるかなっていうふうに思えるかどうかですよね、自分の中で。自分がそう思えるかどうかってところは結構重要ってことか。いいです。ああ、なるほど、なるほど。だと思いますね。OK です。まあ、石田さんはじゃあそういう感じ。自分が楽しく生きてる。充実してるな。生きるっていうのは悪言ですか？あ？自分らしく生きるっていうことに対するコメントは悪言ですか？いや、今はいいよ。いただきいいよ。あ、自分らしく生きるっていうのは、もう多分自分が決めた道を、あの、それに自信を持って進んでいけるかどうかですよね。自分らしく生きるっていうのは。自分が決めた道？おお、うん。は、その、決めれない道もある、選べない選択肢もあると思うんですけど、うん、うん。その中で、自分がいいと思う方向を選んで生きていくっていうのが自分らしく生きていくんじゃないですかね。なるほどね。僕、よくこういうね、見た目でこういう講演をしているので、うん、たまに言われるんですけど、うん、整形、美容整形とかどう思いますかって言われるんですよね。うん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 。でも、自分で受けるって決めて、受けてその顔で生きていくんだったら、それはその人らしく生きていくってことなんで、いいと思うんですよ。なるほど。要は自分が選んだ道っていうか、自分でその決定すればいいんじゃないかっていうことか。なんかあの確かに。うん、自分のありのままで生きていかないといけないっていうふうに捉える人もいると思うんですけど。ああ、確かに。うん。ないと思うんですよね。生まれたままのね、状態でっていうんじゃなくて、例えばそういう治療とか、そういう美容整形とかも自分で選択するんだったら、それでいいんじゃないか。それが、まあ、自分らしく生きるってことかなと。なるほど。いいお言葉をいただきました。ありがとうございます。よし。じゃあ次は川除さん。はい。私は楽しく生きるって何っていうのは、なんか見た目にとらわれすぎないで自分のしたいことをするのが楽しく生きるためのなんか大事なことかなみたいな、ちょっと難しいことではあるないけど、なんか例えば私は今一人芝居しとって、 でも昔はそんな一人芝居とか表舞台に出ることって自分の顔でやっちゃいけないんだってずっと思っとったがいけど、うん、なんかその一人芝居するようになってから考え方が変わって、うん、なんかなんか一人芝居の公演とかだけじゃなくて、一人芝居の本当のフェスティバルとかにも出て、そのお芝居見てもらって、うん、で、なんかそういうようなとこに出てもいいんだっていうような、昔自分が抑えていた、その、うん、したいけどやっちゃいけないっていうものを抑えていたけど、その見た目にとらわれずにこうやってできるんだっていうことをが分かって、今すごく充実してます。一人芝居ができて、あー、 なんかちょっと言い方変かもしれないけど、誰かからお前なんか出るなよって言われるっていうことよりも先に自分がセーブしちゃってたみたいな感じ。いろんな、でもそのそこは積み重ねみたいなのがあって、なんか写真に集合写真でなんか自分が写ってないとか、うん、卒業写真で写ってなかったとか、テレビでなんか自分だけの方でカットみたいな感じような積み重ねがあって、うん、あ、自分は表舞台に出たらダメなんだなっていうような気持ちがだんだん育ってったけど、うん、それが一人芝居をするきっかけはまたそのいろんな、障害とか病気持った人たちが、壊れ物の祭典という人たちが、自分の病気たちを、自分の病気のことをパフォーマンスしとって、うんうん、このパフォーマンスを見て、あ、自分もこういうことやっていいんだみたいな、うんうん、いうのがきっかけやったんやけど、なんか、うん、それ一回やってみたら意外とみんながそのちゃんと受け入れてくれた、見てくれたみたいな、うーん、それがきっかけで、あ、別に陰に生きなくていいんだみたいな、うん、
その見た目にこう自分でとらわれて自分で表舞台出ちゃダメとかって思うんじゃなくて、自分がやりたいなら自分のしたいこと見た目に関係なく自分のしたいことやればいいじゃんみたいな。なるほど、そう、まあ、切り替えるっていうかそう思えるようになれて、うん、今楽しくなったみたいな感じ。そう、でもその後自分らしく生きるっていうのは、うん、まあ、その今言ったことと似とるけど、その、うん、その自分、私はもともとなんかそのやっぱ楽しいこと面白いことが好きで、うん、割と目立ちたがりな性格やったけど、でもなんかそのやっぱりこの見た目が周囲からどう思われてるんかないうことを考えすぎて、この本来のその性格を抑え込んでいたとこあったけど、でもなんかその自分の性格に沿った人生を歩めることが自分らしく生きることかなみたいな。ああ、なんかちょっと今川口さんの話聞いてて、こうふっといろいろ思い出すこといっぱいあるんだけど、うん、なんていうかこう、例えばね、あの最初うちの交流会っていうか、まあ、こうみんなで集まる場に来て、本当川口さんも一番最初来た時ガチガチな感じだったと思うんだけど、それがこうゆるく溶けていって、でまあなんか自分の発信とかしていくことをね、なんとなくこう本当の自分を取り戻してきた感じっていうような表現をした人もいたのよ。だから本当のなんか自分の性格っていうか、さ今さ本当は出たがりで目立ちたがり屋だったみたいなさ、なんかそういう本当の自分をなんかこうだんだん出せてきたみたいな、取り戻してきたっていう感じがするっていう言い方をした人もいたんだけど、うん、あ、まあそういう感じなのかなって思って今ちょっと聞いてた。多分一緒です、うん、そっか、なるほどね。確かにそれがまあ自分らしく生きる。まあ確かにそうかもしれない。なるほど。ありがとうございます。イエイ。では最後に、小見さんはどうでしょう？私の症状は、ウィッグとか帽子をかぶれば隠せるんですけど、うんうん、やっぱり個人的には結構スキンヘッドで、外で歩きたいなっていうのがあって。ほう。なるほど。うん。それはやっぱり、まあ、私自身が帽子とかウィッグが好きじゃないっていうのもそうなんですけど、うん、スポーツとかで取れたらどうしようっていう不安だったりとか、うんうん、暑いなっていうことだったりがあるからだと思うんですけど、まあ、とにかく、うん、スキンヘッドっていうのが私にとってはなんか自分なのかなっていう考えではあります、うんうん、いつかやってみたいみたいな、やってみたいでは、なんだろう、やっぱまだジロジロ見られる社会ですし、ね、うん、OKOK、 そのタイミングは、まあ、いつか来ると思うっていうか、今聞いてて思った、川受けさんもさ、うん、ま、こんなところで言うのもあれかもしれないんだけど一人芝居して公演までして、そして今日こうやって全世界配信されているにもかかわらず、うん、日常的にはマスクしてるんだよね。ああ、そうそうそう。なんか今日は出しとくけど、もう仕事行く時も買い物行く時もずっとマスクで生活 しとって、本当に周りの人は私の素顔を知らない人多いです。うん。そう、まあ今はコロナだからみんなマスクしてるけど、このコロナになる前からもう職場でもずっとマスクだし、近所もマスクして歩いてるってことだよね。うん、そう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 。だからなんかちょっと不思議な感覚よね、公演したりとかさ、一人芝居するのに、そういうその日常生活ではマスクが手放せない、ね、職場でマスクしてるっていう、このまあなんていうか、なんていうのかな、複雑な感じ、いろいろ一人の人間の中にもいろんな側面があるみたいな感じはあるよね。まあでも多分そういうものって言ったら変かもしれないけど、まあ、人間っていろんな側面あるじゃん。こうね、友達と一緒にいる顔、家族でいる顔ってそれぞれある感じで、多分症状も見せる見せないっていうのも結構そういう感じのとこあるよね。いや、もう小見さんもその脱毛症もね、全然スキンヘッドで出歩いちゃってる女性もいるけど、実は家族にも見せないっていう人もいたりもするしね、ずっと家の中でもニット帽かぶってて、家族ですら見たことがないっていう、そういう生活をしてる人もいて、でもその人が別にすごい窮屈に生きてるかっていうと、そういうわけでもなくて、
すごいウィッグでおしゃれしたりとかね、楽しんだりとかもしてたりするので、まあ、いろんな、いろいろ、そのスキンヘッドを出す、出さないっていうタイミングもいろいろあるのかなって思いました。はい、ごめんなさい、どうぞ、石田さん、はい。ね、あの顔のけさとかマスクとか、うん、あのこうなんかかぶったりとか、うん、まあ、隠せるじゃないですか、うん、まあ。で、まあ、僕は基本隠せないので、うん、隠しても結構バネてして、バネてしまう人なので、うん、この感覚はあんまりちょっと、あの、わからなくはないんですけど、なんか、うん、面白いなと思って、さっきのその川除さんの、なのお話というか、その、こうやって、公園とか人に住まいするときは外せるのに、うん、日常生活で外せないっていう、ここの、心の、うん、あの、ちょっともうちょっと聞かせて。なるほど、もうちょっと聞かせて。いいな、すみません、なんか、他に使ったら全然大丈夫です。うん、基本は、この、自分の生活圏の人がいるかどうかみたいなところはあるかも。うん、隣近所とか、あの、そう、なんか自分の生活圏での人にはちょっとなかなか見せづらくて、なんかこういうオンラインで、まあ、生活圏の人は、まあ、見てるかもしれないけど、まあ、見てない可能性もあったり、まあ、テレビも確かに見てるかもしれないけど、うん、自分からこう見せるのと、うん、そういう間接的に見られるのとで、なんかちょっと違いがある感じかな。うん、自分からこう、近所の人にこう、マスクなしでこう、会ったりするのはちょっと今は厳しい感じです。うん、なんかね、ごめん、これはちょっと私と、まあ、愚痴も入っちゃうとかあるんだけど、あの、まあ、こうみんなが、出てきてくれると、なんていうかな、そういう症状とかもオープンにして、なんかこう、行くのが、いいみたいなさ、うん、それがいいんだみたいなメッセージを発信してしまうような感じもするじゃない、うん、でも、全然そんなことないよねって感じだよね。うん、もう本当、隠せるので、隠したいって思うんだったら、うん、カバーして全然生活するっていうのもありだし、まあ、なんだったらそういうふうに今川上さんみたくバンバン出ちゃってるのに、実は自分の生活圏の中ではマスクが手放せないっていう生き方もあるっていう、そこら辺が、まあ、難しいっていうか、なかなか簡単には割り切れないかもしれないね。そうなんですよ、そうなの。なんかね、ちょっと強いっていうイメージを発信しちゃうところが、まあ、このなんていうの、情報発信だとなんかそういうイメージが伝わっちゃってるとこもあるんだけど、でもみんなテレビに出てるとかさ、取材受けてるところだけが全てじゃないからね。そうそうそう、小池さんだって今後ろのドア入ったら泣いてるかもしれない、ね、これ終わったら泣いてる。でもテレビに出てる人も別に強いばっかりじゃなくて、はい、そういうちょっとこうまだネガティブに感じちゃうとかさ、弱いなって思う部分も持ってて、それでありってことだよね。うん、そうそうそう。OK です。そんな感じだと思う。私もそう思います。はい、あ、ごめん。ちょっと続きのコメントがまた入ったので、少しご紹介しますね。戸川さんが紹介してたワンダーというのは、映画、ワンダー、君は太陽のことでしょうか。そうです。ワンダー、君は太陽のことです。合ってます。はい。本もありますね。小説もありますね。そうそうそう。一番最初は小説だったんですよ。で、その小説が映画化されたということで、で、小説が2冊出てるのかな。なので、映画もどうやら2ができるらしいみたいな感じのことを聞いたことがあります。こちらでございますが、映りますか、このワンダーブリブリブリ。こちらですね、ワンダー君は太陽でございます。はい、こちら、はい、こちらでございます。そうです、間違いありません。映画、ワンダー君は太陽のことです。あの、アマゾンプライムで無料で見れるはずですよ。アマゾンプライム入ってますね。はい、プライム入ってたと思います、確か。あ、まあ、プライム入ってたかな、うん、入ってる。なんか見た気がします。なので、すごい面白い映画なので、ぜひご覧ください。そして、あ、さっき、あれ、コメント紹介された方ですね。コメントが紹介されて、嬉しい、恥ずかしいです。石田さんにいつか伝えたいと思っていたので、めちゃくちゃ汗出てます。ありがとうございます。皆さん応援してます。そうです。はい、ありがとうございます。そして、
その人にとって楽な方法を選べばいいだけだと思います。そう、その通りだと思う。だからカバーしてもいいし、しなくてもいいし、で同じ人でもするときがあって、しないときがあってみたいな、うん、あとこう日によって違ったりとかね、そんなのもあったりするしね、いろいろ揺れ動いたりしていくっていう、そんな二面性三面性があっていいのではないかと思っております。というような皆さんの、まあ、楽しく生きるとか自分らしく生きるというような話を聞いて、まあ、これ一つの答えがあるというわけではないので、今日見てくださっている皆さんも、まあ、どうやったらそれが自分にとっての楽しい生き方なのかなとか、自分らしい生き方なのかなっていうちょっとしたヒントになればいいかなというふうに思いました。はい、というところで実はもう時間いっぱいでございます。早いよね、もうあっという間に本日も90分過ぎてしまいました。ということで、もう今日の放送はここまで。この番組はですね、人権啓発プラザの皆さんと、そして今見てくださっている皆さんの応援でここまでお届けすることができました。いつかまた皆さんと会いたいと思います。はい、それでは皆さんまたね。今日はゲストの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。コメントもありがとうございます。